フライを抑えていきます。後方からは3番山崎も上がってくる。山崎が前を抑えていて残り600の鐘。さあ千沢はどうするか。一旦中段あたりまで下がっていきます。後方6番手の位置には7番の桜井という体勢。まもなく残りが1周です。さあ3番の山崎がペースを上げる。2番手は2番の後藤、3番手には5番の稲が続いている。4番手後ろを見ている。余裕があるか。4番の千沢、7番の桜井は6番手、縦1列でバックストレッチ。さあ3番の山崎が逃げていきます。4番手からまくっていく4番の千沢だが、さあこれは3番手あたり少し車の伸びがないか。後方からは7番桜井もやってきて4コーナー開直線。3番の山崎先頭、抜け出してくるのは後藤か。山崎粘っているが外から桜井も突っ込んだ。なら